実はこのガレージセールを行っていたお宅のご主人、戦時中は日系人部隊として活躍、あれマッカーサー元帥の通訳を務めたほどの人らしい。ひょっとすると掘り出し物があるかもと、いきなりお宅の中へ。おじいちゃん、こんにちは。奥様ですか。なんか中国っぽいですよね。いやいや、1年生の人さ、ゴシゴシってのちょっと失礼かもしれない。あれこれ何これ。うわー、なんかあれ This is postcard? Antique postcards. 1908年だよ。英国艦隊歓迎花電車、東郷平八郎と日露戦争の時だよこれ。いやちょっとこれちょっとこれちょっと交渉してみて。This is just before World War II. 時代物ということで俺はこれ認める。これ認めます。これきますか。うん、ハマチを。Since they're collector's items, I'd say about $2,000. 20万。出してましょう。20万。え OK、 20万。20万。ディール。OK、we have a deal. ディール。はあ、すごい。なんと日露戦争の頃のポストカード25枚が眠っていた。さあ登場です。おかえりなさい。おかえりなさい。